都市伝説でも取り上げられることがありますが、聖書に登場する数字がシンボル的に使われることがあります。今回は都市伝説とは少しずれますが、そんな聖書の数字にどのような意味があるか、そしてある不思議な数字について紹介していきましょう。1は唯一の神を指した数字と言われています。またすべてのものは一つであり、一致を表した数ともされています。3は三位一体の神を表す完全な数としています。聖書内ではイエスが貼り付けにされた3日後に復活を遂げていたり、あれので3回誘惑を受けたり、また3人の族長アブラハム、イサク、ヤコブやノアの3人の息子、イエスの生誕を祝う東方の3博士といったように3人1組で語られるなどしています。4は自然や神が作った全世界を表す数字とされています。四季や四方、四大元素といったものなど、またマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書、四福音書は世界の四方にイエスの福音を伝える救いのシンボルとも言われています。7は聖書の中でも最も大切な数で、完成や完全を意味しています。3が神の世界、4が自然を意味しているので、この2つを合わせた完全なものが7ということです。神は7日目に天地創造の仕事を完了させた祝福をし、1週間が7日となりました。その他にもカトリックの秘籍、洗礼、献身、聖体、婚姻、除戒、罪の許し、両者の問いも7つ、天の階層も7つに分かれています。8は新しい始まりを意味しています。洪水によって人類を滅ぼした神はノアを含んだ8人を助けて新しい人類の始まりとしました。またダビデ王は8人兄弟の末の子、さらに週の初めの日、8日目の朝に主が復活して、この日が新しい始まりの日だともされています。12という数字も7と同じくらい重要で、ヤコブの12人の息子がイスラエルの12部族の祖となりました。またイエスは12人を選んで12使徒としています。さらにヨハネの黙示録では、都に12の門があり、そこには12人の御使いがいて、イスラエルの子らの12部族の名前が書いてあったと記されています。この12という数字は先ほどの神の数字3と自然の数字4を掛け合わせた数でもあります。ここまでがポジティブに捉えられている数字、これとは逆に不吉な数字として有名なものもあります。まず有名なものが数字の6、666といった獣の数字でも有名ですね。これは聖書の中で最も大切な数、完全を意味する7に1つ足りないということで不完全を表しています。これを3回繰り返すことで666、完全な不完全として最も暗号として使われているのではないでしょうか。とは言ってもこの数字が一躍有名になったのは映画オーメンに登場するダミアンに刻まれた666の影響が強いと言えるかもしれません。そしてもう一つの不吉な数字が13、こちらも映画13日の金曜日で有名となりました。裏切り者のユダが最後の晩餐で13番目の席に着いたとか、イエスが処刑されたのが13日の金曜日といったことを耳にすると思いますが、こうしたものは俗説となっています。実はその他に意味数とされる理由はいくつか挙げられるんです。まずはかつて人間が体を使って計算できた数が手の指10本と両足の2本の合計12まで、それを上回る13は未知の数であるため本能的に恐れたというもの。次に古代の暦などでは60進法が用いられていたのですが、12ヶ月や12時間、12方位など60の約数の一つの12がよく使われていました。この12に対してその隣の素数である13は調和を乱すものとして不吉な数とされていたというものです。さらに北欧神話由来の話もあり、もともと12人の神が祝宴をしていた時に招かれざる13人目としてロキが乱入し、
このロキがヘズをたぶらかしてバルドルを死に追いやり、後に起こるラグナロクの勃発の発端になったというもの。この話はサタンを13番目の天使であるとする説の元になったと言われています。このように13という数字は不吉な数とはされているのですが、聖書由来と思いきや実はそうでもないというのが本当のところなんです。さて続いては聖書に登場する不思議な数字153。突然153といっても何の変哲もないただの数字と思うかもしれません。この数字はヨハネによる福音書第21章に登場します。ここでは復活後のイエスが弟子たちに命じ、ガリラヤ湖で魚を取らせるのですが、この時網にかかった魚が153匹と記されています。まずはこの153という数字、1から17までの整数を全て足した数となっています。153のような数はトライアングルナンバーまたは三角数と呼ばれ、1から始まり、例えば3は1たす2、6は1たす2たす3、10は1たす2たす3たす4といったように続き、153は17番目の三角数となっているんです。画像をご覧になればわかりやすいですが、並べると全体で三角を作る数字ということですね。こうした三角数は聖書などに登場しており、唯一の神の1、三位一体の3、主の祈りは6つの願いからなる、モーセに与えられた実戒といったように、その他にも多数見られるんです。さらにこの153は面白い特徴も持っています。153、ばらしてみると1と5と3、この各数字を参照して全て足してみるとどのような数字になるのか。見ての通り元の153に戻ります。この三条というのは神的象徴でもある立方体にかかっているとされています。この作業、実は1、5、3の数字を入れ替えて、例えば135でも513でも同じ要領で計算すると全て153となります。それどころか3で割り切れる数なら、この作業をすると必ず153に戻ってくるんです。3で割り切れる数ならどんなものでも153になる。これは3つごとに153に帰結する数があると言い換えられます。つまり153という数字は全ての数の3分の1を代表するとも言えるのです。マタイによる福音書第4章19節でイエスはこう言いました。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。ゼカリア書第13章では主は言われる、全地の人の3分の2は絶たれて死に、3分の1は生き残るとあります。聖書のこれらの記述から読み解くと、網にかかった153匹の魚というのは福音を信じて救われる人々を指しているのではないでしょうか。ということでお送りしましたが、実はこの153という数字はまだまだ謎が多くて、ゲマトリアで見てみると網や魚という言葉も153と関係してきます。またその他にも聖書にはたくさんの数の謎が隠されています。もし興味がありましたら、ぜひご自身でも調べてみてください。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。